まだ動くな。落ち着け。おい、アーロイ、ほら、ここにある。お前を助けた時にこれを握りしめてた。ここはどこだ。あの時流れ着いたところの近く、ウタル族の村。あれから2日だ。アーロイ、待て。時間がない。やっと見つけたんだ。ウタの平原の西の山で。うなされて繰り返してた。いいか、お前が何を見つけたにしろ、そんな体じゃ私は行く。はってでもな。ああ、分かったよ。でもその前に会っといた方がいい人がいる。ゾウというウタルだ。西の山で問題が起きているらしい。機械が出てくる洞窟があるって。関係ありそうだろ。会ってどうなる。山へ向かおう。なあ、いいか、山はウタルの領土、彼女の土地だ。助けになる。さあ。わかった。なら象のところに行こう。緑の木が枯れたとて必ずや種芽象。寝ていないと。意地っ張りなやつでさ。お前がゾウ。バールから話は聞いた。ウタの平原の西の山で問題があると。私は祈りて癒すのが仕事。まず体を治して。それは何だ。それじゃない。彼女の名はレイ。大地の神よ、死にかけてる。苦しんでるな。どうにかしないと。あなたが気にすることではないわ。なあゾウ、アーロイだったらきっと助けられる。いいか、ひどいことをするように見えるだろうが、信じてくれ。槍を。話できるか。もちろん。こっち。ウタの平原の西の山で問題があるって。問題は至る所にある。畑は腐食し、集落は捨てられた。特に洞窟の問題が深刻。神聖な場所だから。ファー、大地の神が洞窟の中に入ったきり戻ってこない。代わりに殺人機械が洞窟から出てきた。かつてないことよ。ノラの地を思い出すな。世話してくれてありがとう。あなたをここまで運んできたのはバールよ。受け入れてくれたのは君だ。アーロイの様子もずっと気にかけてくれた。出会えてよかった。
私もそう思ってる。なんだか随分仲良くなってるみたいだな。こうした形で出会ったのは胸が痛むけれど、早く傷が癒えるよう願ってる。畑と集落に問題を抱えてると言っていたな。ええ、かつて大地の神が耕していた北条の畑は腐食に覆われてしまった。テナークスの戦が起きたせいで逆賊も周辺をうろついてる。機械は凶暴さを増して土地を奪い、辺境の村は打ち捨てられてしまった。聖なる洞窟すらも汚され、民の多くがこの世の終わりを感じてる。他の土地も似たようなありさまだよ。希望がないわけじゃない。レイヤ、彼女のような機械を神と呼ぶのか。大地の神とね。何世代にもわたって神々はこの地を耕し、作物を育てた。その奇跡で皆飢えずに暮らせている。機械が畑を。それだけじゃない。命をつなぐ土壌を支えてくださった。大厄災までは。大厄災で大地の神々は一体どうなったんだ。徐々に狂っていった。あの穏やかだった神が、私たちが近づくだけで苛立ち襲ってくる。そして豊かだった土壌に神は過剰なまでの堆肥を絶え間なく与えた。じきに畑は腐ったわ。忌まわしい腐食は広がる一方、飢えることなどなかったのに、今では子供が食べる分しかない。肥料を与えすぎたんだな。そして胞子が広がった。わからない。問題はそれだけじゃない。大地の神々は洞窟を訪れなくなってしまった。儀式を経なければいずれ壊れる。例のように神は死に、部族は滅びる。洞窟が神聖なのはレイやファーといった大地の神々が訪れるから。ええ、大厄災の前は神々が順に畑を離れ洞窟に向かった。順番は決まってる。銅が最初、次にレイ、そしてミーといった感じで体に土をつけたまま向かうの。二日経つと出てくる。傷一つない綺麗な状態でね。泥や祈りの装飾品も洗い流される。そして神々が戻るたびに聖なる祭りでそれを祝った。でも大厄災でそれが止まった。ええ、止まっただけでなく、神々は洞窟に入らなくなり、どんどんおかしくなっていった。でも3週間前、ファーが中に入ったの。みんなは歌い、喜びに沸き立って、そして儀式の復活を願った。でも出てきたのはファーではなく殺人機械。中で機械が作られてる。機械炉か。そうみたいだな。でも機械が洞窟に出入りするなんて初めて聞く話だ。お前は祈り手だと言ったけど、何をするんだ。あらゆるものに終わりの時は訪れる。それを慰めるのが役目。寂しいものを癒して、死の先にある再生を歌い上げる。まさかそれを大地の神に対して行うなんて。声が届いたかどうか。むしろあなたが癒してくれた。自分を責めるな。千里眼なしには気づけなかったことだ。洞窟の中に入る。
え？誰も入れはしない。じゃあ特例にしてくれ。あそこは神がおわす場所なの。いいか、その洞窟の中には世界のあらゆる危機を解決する鍵があるんだ。嵐、大厄災おそらくはお前たちの神々も。あの洞窟に何があるの？精霊？ああ、そんなものだ。なら歌の平原でウタルの声に霊を癒したことを話して洞窟に入る許可をもらう。よし、すぐ準備する。休ませないと。ああ、分かってる。大丈夫だ。ウタルの声を集めるには時間がかかる。休んでて。分かった。休むよ。今は。あなたが解放しなくても。それより私と歌の平原に来て、ウタルの声を説得するために助けてほしい。彼女のためにも。そうしたいけど、放っとくと、いなくなる。わかった。じゃあまた。あ、ゾウ、待て。違うんだ。その、俺も一緒に行きたい。つまり、あの…し。つまりはこういうこと？ああ。ならまた今度話しましょう。ああ、そうだな。お前は休んでろ。バル、ゾウと行け。私は一人で平気。俺を追っ払ってから。いや、違うよ。後から歌の平原に向かう。本当に平気か？ああ、さあ行け。ほら、早く。わかった。ゾウ、待ってくれ。歌の平原でゾウたちと落ち合って、ウタルの声から洞窟に入る許可をもらおう。ミネルヴァは中にいるはず。手に入れればガイアを再起動できる。試験場にいた連中についても何かわかるかもしれない。その前にこの周辺を探索するか。何があるか見てみてもいいな。
気回路だ。オセラムの発掘屋が言ってたところだよ。コアに到達できれば新しい機械にオーバーライドできるようになるはず。これはハッキングできるはず。下に続いてる。ちょっと無謀だったかもしれない。うまくいくか。装置をハッキングすれば向こうへ渡れるはずだ。
タイミングさえ測ればこの通気口を登れるはずだ。Thank you.
足りない時のために保管庫に入れておこう。近いぞ。もう少し捕まっていれば。もう少しでここから降りよう。機械が収納されているのか。起動してなくてよかった。コアがあった。あとはアクセスするだけだ。
タで渡さないってわけか。挨拶が機械路の防御を強化して取り出したデータでこいつもオーバーライドできるはず。これでもう敵なしだ。しばらくの間は。来たぞ。約束通りな。この歌、準備ができたってことか。みんな集まってる。バールがいなかったら無理だった。でもどうなるかはわからない。ウタルの声は混乱してる。今回は洞窟に関わることだし、まだファーが出てきてもいないから。それに毎日凶暴な機械が外に這い出ようとしてる。入り口に設置した防御柵に体当たりしてね。でも問題はそれだけじゃない。あなたの要望をめぐってウタルの声内部で対立が起きてるの。部族ともね。洞窟に防御柵を設置したのか。簡単な木の柵をね。カージャやオセラムのような技術はないから。実際は現場にいる弓手が食い止めてる。どうにか持ちこたえてるけど、それも時間の問題。どんな機械が洞窟から出てくる。採取型と攻撃型。しかも今までの機械よりも強い。より獰猛で、なぜか紫の光を放ってる。心当たりがある。戦ったことがあるの？私が知っているものと同じならな。洞窟には別の問題もあるかも。なおさら入って調べる必要がありそうだな。洞窟が神聖なのはわかるけど、なぜ入るのがそこまで問題になるんだ？その昔からそうなの。
民もウタルの声もこれまでの伝統を壊したくない人がほとんど。普段はそれで問題ない。でも部族内には変化を求める者もいて、あなたの要求でまた対立しだした。変化と伝統か。ノラを思い出すな。部族ごとのやり方で解決しなきゃな。そうかもな。バールのおかげで集まったって言ったな。どういうこと？声の一部にはあなたの話を聞く気がない者もいた。洞窟は大地の神のものだと信じてね。でもバールが言ったの、あなたと霊のこと、それをうまく使えないかって。こっちから頼むだけじゃなくて人々に推薦してもらったんだ。なるべく多くに。あなたが霊を癒したという話を広めたの。多少の脚色はあったかもしれないな。そしてウタルの声も根負けして会うことに同意した。長老に対して使った手なんだ。母さんにも使ったかも。すごいな。駆け引きは任せるよ。いやいや、お前の力技も必要になってくるさ。それでウタルの声が集まって何をしてる？あなたの頼みを審議中なら私たちも行くべきか。準備がいいなら。でも大丈夫、審議には時間がかかるもの。場合によっては数日とかね。そうか。じゃあ物資の補充でもしてくる。洞窟で必要になるだろうしな。中に入る許可が出ればの話だけど。こういう時のアーロイは必ず頼りになる。なるほど、なら準備をしてきて。上で待ってるわ、ウタルの声の前で。みんな歌い続けているな。審議はまだ続いてるってことか。意見が一致するように人々は歌で調和を促しているの。今は調和が乱れているのよ。私も一緒に歌わなきゃダメか？平気よ、私たちが行けば歌も止まる。準備は？そうだな、さあ行こう。洞窟の中にどうしても必要なものがある。それがあれば。お主が成したことだが、我々も耳にした。お主の望みもな。洞窟に精霊などはおらん。いるのは大地の神、入ったきり戻らぬファーのみ。大地の神々は倒れ、我らは打ち砕かれた。もはや我らを救えるものなど何もない。このまま皆死ぬのだ。そして新たな命の土壌となる。これこそ自然の断り。つまりこのまま何も手を打たずにミミズの餌になるとでも言うのか？冗談だろ。我々の習わしに理解を持たぬ者の言葉に過ぎぬ。お願いです、彼女は霊に癒しをもたらした。どうか話を。また軽はずみな行動を取るつもりですか？皆を焚きつけカージャとの戦いを始めたのもあなたでしょう。皆を助けようとしてるんだ。はあ、お主に我々の伝統を破らせることでか？我々の死生観をただ歌の平原に来たばかりの流れ者に合わせろと。違う、このままじゃ新しい命の土壌も育たないから言っているんだ。でも確かに
大地の神が倒れるのを私たちはただ見ていた。手を打たずに仲間や子供たちを死なせると。ではこの流れ者が皆を救えると？バカバカしい。たった一つの種が永遠なる自然の循環を変えるなどありえんな。警報だ、山の方からよ。何があった？柵が突破されたの？警報だ！機械が柵を突破したんだ。ならすぐに向かおう。じゃあウタルの声は？柵が壊れたなら洞窟の入り口だって開いているはず。入るのに許可なんていらない。じゃあ行こう。こっちよ、門の外から行きましょう。前方で戦いが。あの機械なんかおかしいぞ。ああいう機械は見たことがある。狩人殺しだ。防御策を超えてきたんだわ。歌の平原はみんなが守る。行きましょう。こっちよ、アロイ。どこも機械だらけだわ。私たちで本当にどうにかできるの？私の予測が当たってる。また機械が。こいつらは普通の機械よりずっと強力だ。あの洞窟にいるのはミネルヴァと大地の神だけじゃない。これが大地の神の通る道よ。防御策まで続いてる。また機械が。倒すしかないな。いつでもいいぞ。これで最後だな。防御策に向かおう。行きましょう。後ろは任せろ。
もう少しよ。こんな機会を相手にしてみんな無事だといいけど。いいか、油断するなよ。防御柵が破壊されてる。かなりやられたな。彼らを痛むのはことが済んでからだ。今は先に進みましょう。洞窟の中へ。大地の神よ、お許しください。あれは何？ある種の壁だな。光で。お前についてくよ。あれは何？機械論みたいだ。中のものを理解するにはこれを使うんだ。慣れるよ。心配するな、俺がいる。いいか、この辺の機械はいつものより凶暴だ。この奥にとても危険な相手がいるはず。そいつは私たちを殺しにかかってくる。私についてこい。油断はするなよ。この場所のコアを探さないと。誰がここを作ったの？機械だ。普段見るようなやつとは違う。機械がいるな。片付けないと。いつでもいいぞ。そうだと思うけど、
大地の神が出入りするなら、するだけじゃなくて修理もされてるはず。あなたの探す精霊もここに。ミネルヴァか。かもな。でもそれだけじゃなさそうだ。こっちだ。あのケーブル光ってる。前にも見たことがある。ある種の感染だな。私たちを殺そうとしてる奴がこういう場所を乗っ取って殺人機械を作ってる。ヘファイストスという名だ。聖なる山まで侵食されている。ここで待っててくれ。別の方法を探そう。このパネルの上に立つと何かが起動するの。柱の一部が回転しているんだ。装置を撃つことができれば位置が固定されて登れるようになる。よし、これで上まで登ってみる。行っちまった。ここからじゃ柱の装置は撃てない。ここに乗せる重しになるようなものがあれば。箱はシールドを通り抜けられそうだけど、私は回り道しないと。いいぞ、通せたな。装置が起動したはずだ。今回は日本だけみたいだな。よし、これで渡れるようになったはず。こんな高いところに。あともう少しだ。また例の柱だな。なら近くの床に起動させるパネルがあるはず。うまくいった。あと2つ。ノードに絡まってるな。なんとかあそこに行ってみる。よし、さてどうやってノードまで行く。二人とも来てくれ。使用兵器を。
ユニット G マーク1へ転送。今は誰？ヘファイストスだ。この場所を占拠してる。ガンマ・マトリックス・レッド・キング。扉の近くに別のノードがあるみたいだな。任せたよ。セカンダリバッテージを粗大化学モッド12へ。大量の武器を運搬している。ヘファイストスは何をする気だ。奴は以前凶暴な機械を作るために施設を占拠した。でも元々悪い奴じゃなくていい存在の一部だったんだ。ガイアという奴は。またテーブルが扉を覆ってる。多分コアはこの近く。そんな。何をされているの？兵器に変えられてる。時期に解き放たれてしまう。それじゃ今のファーが歌の平原に出てしまえば人を殺してしまうってこと？ここで食い止めるんだ。バール、行けるな。近くにあるノードをオーバーライドすれば消せるはずだ。Thank you.
用できない。彼女の神なんだ。私が悲しんでいるのはファーのことじゃない。信じられるものを失ったから。辛ければ先に帰ってもいいんだぞ。どこに帰るの？全てが消えるのに。本当に大地を癒して皆を救えるの？できることをする。始めるぞ。侵入者を検知、光をエプシロンの破壊者がいるため、ネットワークの能力を再ルーティング、消去間近。アロイ、コアだ。フォーカスがホログラムを映してる。機械のようね。オーバーライド。機械をうまく見せる方法だ。学べるということ？データの一部が破損している。今はどうすることもできないな。手に入ったか？ああ、では進みましょう。